川村みちよの大自然丸かじりライフ今日を生きている人々その日々の暮らしの中身が僕のテーマです料理であったり建築であったり家族のことや畑や花のことそれを支える大自然の営みそして生きるための知恵と心と技それが知りたいのです いかがお過ごしでしょうか川村道夫です。今週のプレゼントは、アコウの甘塩です。これを30名の方にプレゼントいたします。にがりを含んだ海の水と同じ成分のお塩、使ってみたいなと思う方は、番組の最後のところで言っております宛先まで、アコウの甘塩希望と書いて応募していただきたいと思います。さて今日も私と、 若杉よしこでお送りいたします。はい、えー。皆さんからいろいろといただいております。ありがとうございます。はい。岡山県玉野市にお住まいの女性の方からいただきました。いつも聞いています。健康の話、食事の話など、とてもためになる内容で勉強になります。ぬかげんは、粉末のものを、もう、 何年も続けていただいています。体調も良好。これからも頑張ってください。と、頂戴しました。はい。いろいろとありますけれども。はい。ま、健康が一番ですから。そうですね。はい、何よりですね。続きましては、福島県いわき市にお住まいの女性の方からいただきました。ありがとうございます。河村さんの 知識の広さには、いつも感心して聞かせていただいております。紫陽花の花のことなんですが、花が枯れた後、切った方がいいのか、このままにした方がいいのか、どっちなんでしょうか、教えてください。それから、今日はどんな曲がかかるのかなと楽しみにしています。といただきました。はい まあ、あの、アジサイのお花ですけれども、人間から見た場合とですね、植物から見た場合とですね、はい、どうなのかということですけれども。ほお、なるほど。植物にしてみれば、ね、いずれ枯れるわけですから。うん、はい。切ってもらっても、切ってもらわなくても、別にあんまり関係ないわっていう。ああ、あんまり関係ない。どっちでも。でしょうね。もう花咲き終わったわけですから。うんうん、で、いずれ、その花がね、散ってしまうわけですからね。 ああそうですね、もう一つはです、ね、人間から見ると、枯れているんだけれども、お花が、結構ドライフラワーになってますね、ついたまんまドライフラワーのようになってるっていうことです、ねはい、だからそれも、にぎわいとして見るかということですね。ああなるほど、はいえー、昔の人の感性でね、えー、枯れ木も山のにぎわいという言葉がありますから、そうですね、えーで、それはもうその人の心なわけですね。 はい。え、ね、いや、ドライフラワーのようになっているアジサイも、それはそれで風情があるんじゃないかと思われる方は、それを楽しまれればいいですし。人の心は表のごとしですから。はい。はい、えー。表というのは、えー、顔ということですね。うんえー、人の心は表のごとし。人の顔がみんな違うように、人の心も違うと。うん、はい。それでいいんだっていうことですね。です,はい、ですから、あのー、自分自身が、 それで、えー、心がね、満足している方法でいいんじゃないですかうん。いろいろな考え方、いろいろな満足の仕方があっていいんだっていうことですね。えー、基本的に人間は自由権を持ってますから。自由権。自由権ですね。自由だという権利。そういうことですね。うんえー、これも日本の江戸時代の頃のですね、イギリスのロックさんという人が。うんうん、はい。 まあそれが今のね、憲法なんかの基本的人権とかね、そういうものに繋がっていってるわけですけれども。だから元々は人に迷惑をかけない限り自由であるということですね。はい。愛知県にお住まいのふみさんから頂きました。我が家のアジサイが今年は花が咲かなかったのです。どうしてでしょうかはい。葉は立派に育ちました。はあ これはあのアジサイの花芽というのはもうこの時期からそろそろついてくるわけですねはいところが、えー、花芽がついてからちょっとね剪定なんかして芽を切っちゃうとそうすると花が咲かなくなるということが、えー、考えられますはいそれとまあリン酸肥料がねちょっと不足してるかもしれませんねさて今日も私と若杉よしこでお送りいたします はい、えー、皆さんからいろいろといただいております。はい、名古屋市にお住まいの女性の方からいただきました。ありがとうございます。いつも楽しみに聞いています。いろんなたくさんのお話聞かせてください。と、頂戴しました。はい、とにかくですね、現代のその情報というのは、 例えば、テレビなんか見てても、同じような情報ばっかりですね、えー。で、インターネットなんかもそうですけれども、昔であればですね、本屋さんに行って、まあ今もそうですけども、いろんな本があって、その中でタイトルを見てですね、自分で選んでいくというね。ああ、そうですね。はい。で、それがなかなかインターネットではやりづらいですね。ああ、なるほど。あの、本屋さんの素晴らしいっていうのはあれですからね、 100冊でも200冊でもタイトルザーと見ていきますからね。そうですね。はい。で、その中で、あ、これを読んでみたいなとかね。古本屋さんなんかもそうですけども、昔から、えー、そこに入って本を探してるっていうかね。あの、何かを求めていってるわけでもないわけですよね。うん。そうですね。ねはい、この本を買おうという時もありますけども、行って見つけるというのが。はい。はい。 えー、ということで、えー、私はお皿の絵が大好きになりまして、それももう骨董市で、えー、こんなお皿あるんだ。えー、この絵は何だろうかと。今日はでキリンのお話でございます。あ、うん、ンキリン,キリンはい。キリンといっても動物園にいるキリンではなくてですね、あの、ドラマなんかでもね、えー、ちょっと有名になってきました、キリン、うんえー、もっとわかりやすく言えばですね、キリンビルのマークのキリンですね。 うんそうですね。動物園の麒麟とは違いますもんね。はい、あの、麒麟ビールのその名前がなんで麒麟ビールになったかということですけれども、<laughs> 明治21年からその麒麟の図柄だそうですけれども。ああ、そうですか。うん、明治21年、はい。縁起の良い霊獣。霊獣。霊獣ですね。霊のある獣ですね <laughs>、えー。で、もう人々もよく知ってるから。で、縁起の良い動物とされてるわけだから。 で、キリンと。で、キリンというのはですね、聖人のいずるときに現れる動物と考えられ聖人というのは、聖人君子。まあ聖、聖人君子。まあ、その、清らかな心を持って、人徳のある人ですね。はい、ねうん。聖徳の人ですね。あ、聖徳、大使の聖徳でしょうかはい。はい。まあ、あの、民のことを願う。 そして、平和を願うという、そういう、ね、えー、わがままじゃない、まあ、平たく言うと、はい。天使様、王様のような下が、うん、えー、現れた時に出てくる動物だった。おお、麒麟が。まあ、麒麟ばかりじゃないですよ。頬、うん、もそうですね。あ、そうですね。はい。うんうん、だから、えー、その昔の人たちは、そういうね、聖人になりたいと、うん、自分自身も、収、はい、治める人たちもですね。ですから、麒麟のようなですね、 動物が出てくる時代になろうと。はい。で、キリンはですね、清掃を踏ます。生の草ですね、生きてる、生き物だから。は,はい。生き物を食せず。うん。だからまあ枯れ草とかね、摂取をしないということではあ<ー>。はい。摂取を嫌ったその人愛、まさしく人徳を元とする王道の心と。でキリンはその象徴として崇められたんですね。うん、はい。 なかなかね、キリンビールのマークを見ながらですけども、まあビールを飲みながらそういうお話をね、えー、して楽しんでいただきたいと思います。そして、まあお皿の絵もね、よかったら見ていただきたいと思います。さて、今日も私と。若杉よしこでお送りいたします。はい、えー、皆さんからいろいろといただいております。はい、福島市にお住まいの女性の方からいただきました。ありがとうございます。 川村さん、前から聞きたかったのですが、ぬかげんとは一体何でしょうかといただきました。はい。誠に申し訳ないと思っております。はい。というのはもう我々はもう思い込んでますから。そうですね、えー。初めて聞かれた方なんかにしてみればね、うん、え何なのかなということになってしまうと思いますが。はい。 えー、今から三十数年前にですね、私、米ぬか健康法という本を小学館から、えーうん、出させていただきました。はい。まあどういうものかというとですね、白いご飯を食べた時にですね、米ぬかを食べておけば、うん、まあ新鮮な米ぬかじゃないとですね、酸化した油焼けしたような米ぬかだとかえって体に悪いですから、新鮮な米ぬかが手に入る方は、まあ殻入りをしてですね、 まあ、ティースプーンに2、3杯ぐらいずつ食前でも食後でもねお食べになれば手軽な、えー、玄米食ということになりますよとそうですねはいなんですが、えー、その後ですねまあそれは主に北海道だったんですけれどもスーパーでですねまあ唐揚げをした小麦粉が袋に入れて売られるようになったんですねはいはいで番組の方にですねこういうものが売られているんだ けれども大丈夫でしょうかといいう問い合わせなんかが来まし、てねししかしいいとか悪いとか大丈夫で言うわけにいきませんね。いろんな人がビジネスとしてやってるわけですからね。そうですね。うん、はい。で、それを確認を取るわけにもいきませんよね。新鮮なコミュニカーをお使いになってるんですか、どうですかとかね。なかなかできませんね、はい、それは。はい。営業妨害になったりもしますよね。う で,ですから、コメルカというのは、玄米を精米したときに、コメルカと白米に分かれるわけですから、玄米の場合だと種ですからね、生きてます。うん、生きてますから悪くなるということはないですね。コマイとかっていう言葉があるぐらい命があるわけですね。はい、で精米し 段階で命を失ってお米ばかりじゃないですけど、何でもそうですけども命を失うとだんだん悪くなっていくわけですね。うん、お魚でもね海で泳いでるとか悪くなりませんけどね。そうですね鮮度 <laughs> 素晴らしい鮮度ですねはい、はい、そこでいや困ったなと袋に入れただけだったら開封したらどんどん参加していきますからね、うん、はい、はい、せっかくの米の信用がなくなったらということでいろいろと考えてですねまあ先人の知恵ですね。 例えば、お味噌とかお醤油とか麹菌が生きてますから悪くなるということはないと、うん、いうことで、米ぬかに麹菌を植え付けてですね、まあ、室の中で、はい、で、えー、じわっと発酵させてですね、うん、で、それでも生きたわけですよ、うんまあ。酸化しない、酸化の心配がない米ぬかとして、ぬかげんというのが、うん、で、なんでぬかげんかというとですね、米ぬかのぬかと玄米の玄を取ってですね、 はい。ぬかげんというふうに。<laughs> ですから、まあ、その参加の心配がありませんから、安心して、えー、食べていただければいいわけです。はい、玄米を食べてるんですが、もっと食べた方がいいでしょうかっていうのをいただいてますが玄米食べてる場合はね、食べなくても。でもまあ、お菓子食べたりとかね、お酒飲んだりとかね、お酒飲んだ時は次の日、あの、すっきり目覚めますからね。はい。<laughs> 毎日です。<laughs> さて、今日も私と、 若杉よしこでお送りいたします。はい、えー。皆さんからいろいろといただいております。ありがとうございます。はい。岐阜県にお住まいの50代の女性の方からいただきました。ありがとうございます。いつも番組ありがとうございます。60歳も近くなりますと、体のあちこちにガタが出てきます。ぬかげんを食べて体質改善したいです。 といまだあれですね60人おなりになってないんですから、はい、若若いいわよ若いですよそうですね <laughs> お若いです <laughs> あの私も70代ですけども、はいえー、別にどこそこがどうのっていうこともないですからねまだまだあのエネルギーのある天然のねおい、えー、しいものをお食べになればね元気で過ごしていけます体作ってるのは食べ物ですからね そうですね、はい。薬でね、体作ることはできません。まあ、薬もありがたいですけどね。はい。続きましては、福井市にお住まいの男性の方からいただきました。放送を聞き始めて30年ぐらい経ちます。またこれからも長く続きますように。と、頂戴しました。ありがとうございます。ありがとうございます。 今年で、この番組35年ですか。うん、はい。はい。長く続いてきたおかげは、この番組を聞いてくださっている方がいらっしゃるからでございます。そうですね。このように30年間聞いてくださっているということですね。うん、はい。で、それとですね、民放ですから、えー、民放っていうのは、スポンサーさんがついてないと成立しないわけですから。 この番組の場合はです、ね、あの健康フーズさんという、うんまあ、ぬかげんを作ってくださっている会社がスポンサーですから、はい、みんなぬかげんを買ってくださると、うん、買ってくださると会社のほうも、えー、そ安定します、うんえー、安定するので番組のスポンサーになることもできるという、三方よしという言葉がありますけど、売り手よし、買い手よし、世間よしと。うん まあ、売り手ね。えー、まあ、この放送の場合は、売り手が誰かということになると、まあ、放送局ということですね。はい。えー、で、開店はスポンサーであったりとかですね。うん、まあ、リスナーであったりするわけですね。はい。まあ、リスナーの方は民放ですからお金出してないですけれども、まあ、聞いてくださっているということですよね。はい。で、えー、世間良しというのは、売り手と買い手が良く でもその世間にね害を及ぼすような影響のあるものは散歩よしにならないというまあこれは近江商人の哲学なんですけれども、うんはい、だから売った人が良かった買った人が良かったでも、えー、周りで迷惑をねしてる人がいるというようなものはまずいよとうんそうななんんでですすね、はい、世間もよくないと世の中に迷惑をかけてはいけないということです。 ですからまあ、ちょっとしたことですけどね。はい。物事を判断する時のね、勘違いみたいなものがあるわけですね。よくあの、赤信号みんなで渡れば怖くないなんて言ってますけれども、そんなの怖いですよ。そうですよね。うん、周りの人怖いですよ。本当です危険です。<laughs> さて今日も私と。若杉よしこでお送りいたします。はい。お便りをいただいております。 長野県諏訪市にお住まいのふみさんからでございます。ありがとうございます。ほぼ毎日番組を聞いています。お料理や良い言葉はメモをしています。ぬかげん、少し量を増やした今日この頃、体調いいです。これからも続けていきます。ああ<ー>、はい、ありがとうございます。えー、まあぬかげんはあのね、軽くご飯一膳につき一袋ね、二膳食べたら二袋。 そうですね。まあそういう性比例で食べていただきたいと思います。うん、さて今日のお料理ははい。茄子の味噌炒めをグラタン皿で作っちゃおうということです。あの、茄子の味噌炒めのポイントはですね、お味噌をですね、先に溶いておくといいんですね。はい、そうですね。普通に作る場合でもですね。はい。 お茄子にお味噌入れてやろうつっ,ったっもうな,なかなか馴染まない。そうなんです。焦るんです。はい。<で> <laughs> 先にですね、お味噌を溶く。そうなんですよ。お味噌を合わせておくと言いますか。はい。ですから、グラタン皿で作る場合には。はい。グラタン皿に茄子を入れる前に、先にお味噌を入れておく。えっ、ー、と、まずグラタン皿ですと、茄子を3本ぐらい、味噌炒め作ることができます。 その時の分量。まず、グラタン皿に味噌をカレーライスのスプーンですりっきり2杯。お砂糖、これ色のついた蘇生糖ですとか、あとは黒砂糖、こちらをカレーライスのスプーンにすりっきり1杯。この2つです、調味味噌に。はい。お砂糖1。1> はい。はい、味噌2杯にお砂糖1杯。まず、グラタン皿に入れます。ちょっと くるくるくるっと混ぜといてください。そこにお茄子を3本ほど縦半分に切って5ミリぐらいの厚さにちょっと薄めに5ミリぐらいに切ってトン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 と斜めに切ってグラタン皿の中に入れます。そして最後にごま油をくるくるタラタラと回しがけてあとは15分ほど焼く。そして焼き上がったら 下のお味噌と茄子を混ぜ合わせていただく。これで出来上がりです。はい。まあ、あの、グラタン皿にですね、カレーのスプーン2杯のお味噌と、はい、えお砂糖を入れてですね、まあ、そこでちょっとね、はい、まあ、こすりつけるようにして、まあ、塗りつけるというかね。はい。まあ、そういう状態にして、で、まあ、茄子は縦半分に切って、あとトントントンと5ミリぐらいに切って、はい。 はい。さっきあの、よしこさん斜めっておっしゃいましたが、別に斜めじゃなくても直角でもいいですね。そうですね。ねはいえ。もう自分の好きな切り方でいいんです。自由です。はい。はい、長細くても、<laughs> ちっちゃくても。はい。結構です。まあ、あ少し薄めだと、火が通りやすいな味が絡みやすいなと、ねだ,うん、だからま、あ5ミリぐらいの厚みにしておくと、味が絡みやすい、火が通りやすいということです。グラタン皿の場合はね。はい。はい。 えー、そして、オーブントースターの中に入れます。うちの場合は。はい、油をくるくるくるっと回しがけして入れます。で、今、ごま油っていう話でしたけど、別にね、自分の好きな油をお使いになればいいわけで。はい。はい,い。私はオリーブオイルよという方はオリーブオイルでもいいですし。うん、はい、えー。そして、えー、入れました。はい。で、15分ぐらい焼く。はい。そしたら、あとはもう混ぜ合わせて食べる。はい。 で、その15分ぐらいっていうのはどういうことかと言いますと、それぞれのご家庭によって機会が違いますからね。そうですね,ね。もっと厳密に教えてくださいっていうお便りもいただくんですけども、はい、厳密は自分のね、家にある道具に聞いていただきたいと思います。はい。それとですね、ミディアムか、ウェルダンか、そういう楽しみ方もあるということでございます。 30年間の実績を持つ米ぬか健康食品ぬかげん米ぬかには参加しやすい弱点があり研究を重ね生まれたのがぬかげんですぬかげんのお買い求めは薬王堂スーパードラッグ朝日ハッピードラッグで今日の話はいかがだったでしょうか誰でも少しは悩みながら生きているものされど人生一日一ミリ 番組をお聞きになってのご感想ご意見ご質問どんなことでも結構ですお便りお待ちしておりますおしゃべりは川村道夫と若杉よしこでした